アーズラメイリン JPG ウルシュラ・マイエリンは、ポーランド王、ジグムント三世の愛称で、国政に強い影響力を及ぼした女性。実際の性は、ンガがと思われるが、彼女の手紙は、すべてマイエリン制で署名されている。マイエリンとはドイツ語で、自重、女官庁を意味する。クラクフに入場する、コンスタンツェフォニエスター・ライヒとその母親、マリア,アンナ大公妃。 ジグムント3世の長男ムアディスワフ王子ウルシュラは、おそらく南ドイツ、バイエルン公国のミュンヘン近郊で、貧窮した貴族の娘として生まれ、少女期の1580年代に、グラーツに移った。ウルシュラは幼い頃から、美少女として有名で、オーストリアのマリアンナ大公妃によって、ポーランド王、ジグムント3世の愛人とするべく、見出された。 ジグムント3世と婚約したマリアアンナの娘アンナが不器量であったためとハプスブルク家にはかつてジグムント2世アウグストとの結婚問題でポーランドとの関係を悪化させた過去があったからである。ウルシュラは1592年王妃となったアンナの宮廷に寝室係として加えられた。ウルシュラは国王夫妻に強い影響力を及ぼすようになった。 彼女は熱烈なカトリック教徒だったという。ポーランド・リトアニア共和国に到着して、すぐに、ウルシュラはポーランド語を習得した。国政に影響を与える彼女は、共和国では、評判が悪く、また彼女は、国王の長愛を利用して、国内での地位を高めた。彼女は、軽蔑的に、国王の愛人、スカートを履いた大臣、イエズス会の共信者と呼ばれていた。 また、国王の秘書やシチェンスニーヘルブルトは、彼女のことを、ンランな長期と呼んだ。ウルシュラは、王妃の女官長の任にあった。彼女は、国王の子供たちの第一教育係で、王家の乳母たちの監督責任者でもあったが、部下たちの間では、人望がなく、特に、ブアディスワフ王子の乳母フォーブス夫人には、打滑のごとく、嫌われていた。 1598年に王妃アンナは亡くなったが、ウルシュラはポーランドを離れることなく次のドイツ人王妃の助官となった。彼女は国王とブアディスワフ王子の深い長愛を受けていたためである。彼女の王子に送った愛情深い手紙からは単なる教育係の愛着以上の感情を読み取ることもできる。1605年。 ジグムント三世が前王妃の妹コンスタンツェとクラクフで再婚すると、ウルシュラは新王妃の親しい悩みの種にして愛着の対象となった。彼女は王妃の馬車に登場して旅行の友をし、同じテーブルについて食事をとり、王妃の宮廷財政を管理し、国王との公的な越見のセッティングまでした。 彼女は再び国王の子供たちの教育係となり、王子王女たちとは主に、ポーランド語で会話をしていた。彼女は生涯結婚せず、舞い込んでくる縁談を断り続け、親友アルブレフとスタニスワ・フラジビューの求婚にも応じなかった。彼女は、助官長としてひどく失走を好み、いつもスペイン風の黒いドレスを着ていたという。 彼女は神聖ローマ皇帝フェルディナント二世を呼び、ローマ教皇と協力関係を結んでおり、その極めて定切な生活を祝福する黄金の薔薇を教皇から送られている。ジグムント三世が晩年に死の床に伏せるようになると、ウルシュラは国王を押し合って、自らが政治を取り仕切るようになった。彼女は国家の公文書にサインをし、各国の大使たちを隠見していた。 ウルシュラは1635年にワルシャワ王城で死去し、イエズス教会に埋葬された。荘厳な埋葬式が取り行われ、王妃のそれのようであったという。彼女の墓所は1650年代の大洪水時代に侵略者であるスウェーデン人とドイツ人の兵士たちによって略奪、破壊された。多くの宮廷画家の手になる彼女の肖像画は、大洪水時代。 ワルシャワ王女が襲撃された時に、くまなく探されてすべて焼却されたという言い伝えがある。ありがとうございます。